帝衝動没蓮不詳は中国三国時代の儀に仕えた儒学者。字は古心。祖父は帝元父は帝す父は五冠末期に公勇に仕えたが、公金の残党に殺害された。帝衝堂は父の井原の子で帝望の日に生まれた。祖父は帝望の年に生まれ、また手相がよく似ていたので、孫に衝動と名付けた。 義が成立した後、花は早妃に上奏して、先見を検証するため、その子孫を召し出すべきです、と意見した。祖父が、呪衆と呼ばれる、巧妙な儒学者だったので、帝将堂は召し出され、道中に任じられた。この時三十歳であった。後に、芝氏が、双方の位を行った時、位を要求する上奏の中に、帝将堂は名を連ねている。双方に代わって、 双方が、天位に着くと、証言二年に、四空の帝王らと共に、証書の講義を行った。関路三年、宗大の三郎五校の故事をもとに、帝将堂は五校に認じられた。ある日、帝将堂が、柴明の家を訪問したとき、柴明は密書したためていた。まだ、封をしないまま川屋で用を足していたため、用を済ませ、帝将堂の来訪に気づいた、柴明は、 今日は、我が手紙を読んだかと聞いた。低章道が読んでいない胸を答えたが、柴明はなおも疑い、後に彼を毒殺してしまった。ありがとうございます。